金っていうのは100万円生活困窮者の方たちのお金をいただきます。あ、なるほどね。はい、ありがとうございます。やめて大丈夫です。いや本当に泣きまくる。はい、ということでやってきました。お弁当配りの場所です。今日なんですけども、先日炊き出しの大改革ということで、今まで並んでくれてた生活困窮者の方たちの列ですよね、その列の方たちからお金をいただきますということで、今週からやっていこうと思ってるんですけども、生活困窮者の方たちにお弁当を渡さなくていいんじゃないの、生活保護もらってるんだからお弁当は渡さなくてもいいんじゃないっていうご意見が多数寄せられてるんですよ。この活動を始めてからずっとそういう意見もらってるんですけど、最近やっぱこの列がすごい増えてきたじゃないですか。だからそういうご意見がさらに増えてきてる。なるほどね。驚いた方もいると思います。お金ないからあそこに並んでるわけじゃない、誰も来なくなっちゃうんじゃないのとかね、これはちょっと試験的です。あ、試験的ね。はい、試験的にやってみたいと思います。おお、もう皆さんね、生活困窮者の方にはお弁当あげなくていいよなんて、もうそんなこと言わないでください。うん、お願いします。視聴者の方から生活保護もらってるんだからお金持ってるじゃん、無料でお弁当渡す必要ないんじゃないのっていうお話を聞いて、今回やらせてもらおうかなと思ってますんで、そのお金っていうのは100万円でもいいです。1000円でも100円でも10円でもいい、なんだったら1円から OK です。この箱に入ったお金なんですけども、炊き出しの活動、食材費だったり、運ぶまでいろんなお金かかるんですけども、全てそういったものに当てさせていただきますので、ちなみにいくらぐらい集まるんだろうね。じゃあそろそろ予想しようか。俺はね0円。え、誰も結局誰もお金持ってこれないんじゃないかなって、持ってない人たちが並んでる印象だから。確かに、この箱は空で終わると思う。じゃあカオルは50人並んだとして50円くらい。あ、じゃあ1人1円で50円。さんは、さんはじゃあ2000円。そんなもらえるわけないじゃん。追加OKなの？2000人並んだらさ2000になるけど。ということで今日は検証動画ということで、今のうちね皆さん動画のコメントにいくらぐらい集まるかコメントしてみてもいいかもしれないです。はい、じゃあ今日からね1円から100万円でもいいです入れてもらうことになってるんですけど、はい、果たしてどういう風になるのか、うん、初の試みですね。そうですね、うん、頑張りましょう。はい、じゃあ、はい、はい、すいません、お待たせしました。あ、すごい音してる。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。ございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、すごい入れてくれてない、ね、びっくりした。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、はい、あ、また持ってきたらさ、米、この間ねお米もらったの。はいはい、重たいから持って。すごい、何これ、米釣ったじゃん。現物支給もまあ、うん、確かにね、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お待たせ。はい、じゃあ今日は視聴者の方からそういう方にいただいてるので大丈夫です。またある時持ってきてください。お待ちいただいた方ありがとうございます。あ、かみちゃん、あ、ありがとうございます。わー、ありがとう。ちなみになんで6円666ロック、ロックね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にいいの？いいですか？昨日に肉もらったんで。うわー、嬉しい。いただいたの。すごい、に使わせます。大変なのに。ありがとうございます。あ、なるほどね。はい、ありがとう。いい、やめてやめてやめて。大丈夫です。いや本当に、ありがとうございます。スパーッといっちゃったよ。ございます。そっか、じゃあ電気入ったら入ってきてください。ね、お待ちしてます。ありがとうございます。
とうございます。すごい、1000円いいですか。ありがとうございます。すべて1000円に使わせていただきます。ありがとうございます。いや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 、ちょっと待って、これ誰も予想しない結果になったでしょ。すいません、ありがとうございました。先ほど500円入れてくれたんじゃないかなと思って。1円からいいんですよ、ね、どうして500円入れてくれたの。本当は1000円入れたかったんですけど、とりあえず小銭の中で一番大きいのが500円のだったんで入れさせてもらったんですけど、500円もしないですよ、お弁当。そんだけ回数も来ていただいてるわけですし。これじゃあ逆にね、僕たちが助かっちゃってるわけじゃん。本当に。これ少しでも自信になってくれればって思って。こういうあったかい人たちに僕たちはお弁当配ってたんだっていうのが改めてね、分かった。ね。僕たちもたまたま無料でお弁当を渡してたから、うん、皆さんからお金持ってるのにとかさ、こういう風に捉えられてたけど、こうやっていただくことになりましたよっていう話をしたら、こんだけの方が1円どころか500円、1000円とか入れてくれる方もいてさ、ちょっと感動してしまったというか。いや、感動したね。ねえ、寒い中ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今お弁当配り終わったんですけど、皆さんも予想当たりましたかね。じゃあまずこの中身を皆さんに。お札が入ってる。お札も入ってます、うん、こちらを計算機よりも早いカオルが計算してくれたんで、はい、いくらでしょうか。こちらの金額いくらだったでしょうか。6102円です。6102円、うん、この中6102円入ってんの。今日だって列に並んでたのなんて50人ぐらいでしょ、うん、入れてくれた皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。0円の人はいたけど1円の人が1人もいないっていうのは、もうみんなからの活動に対しての応援とか、もっと頑張ってくださいみたいな気持ち感じるよ。本当にお金なかったらさ、お弁当1個より高い値段入れないじゃん。入れないって考えたらさ、この列に並んでる人たちって皆さんが思ってるほどせこい気持ちでこの場にもらいに来てたのかなっていうのを考え直す機会になったね。そうだね。全然そんなことなくて、お弁当と一緒にこう元気をもらいたいっていう方もやっぱ来てくれてるわけだから、うん、毎回はこうはいかないけど、本当に1円でもいいわけじゃん。だからやっぱこれからも気持ちの箱をちょっとね、お貸しいただいて、皆さんからね、気持ちを集めて、このお金がまた一人、また一人路上生活の方たちの命のつながるお食事になるということで。ということで、皆さんもね、こういう気持ちを表してくれたんで、これからもよろしく頑張っていきたいと思うんで、この動画いいと思ったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。メンバーの SNS、概要欄にありますんで、登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。